はい、めげくんです。 GT7 をモーションコックピットで遊びたい。本題の前に左側のダッシュボード周りを変更しました。ステアリングの取り付けを変更したのでダッシュボード周りもまああまり変化ありませんが、一応新調しました。 PS5 の画面キャプチャーするのに ASUS のキャプチャーボックス買いました。まあいろいろネット見てね、簡単そうなのを選びました。まあ、他でね、いっぱい紹介してるんで、めげくんは紹介しません。まあでも開封動画撮ってたりしますが、まあ説明書もね、ついてるんですけど、見ないでもできるレベルですね。まあ、初めてこういうの買いましたけど、音中継するように PS5 とテレビの間に挟み込むだけで、USB で PC に挿して OSB で録画するっていう感じのものです。説明書も簡単ですね。日本語が一番最後です。でマウスパッドがおまけでついてました。まあなかなかいいですね。使わせていただきます。ということで本題です。 SIM キューブ2 Pro を GT7 で使うのは前回シンジさんのチャンネルを使ってやったんで、まあ、そちらの方を見てください。超詳しく書いてあります。でハンコンや OSB は 7950X で、動かします。はい、こんな感じですね。で反対側は 13900K ですけど今回は使いません。でまずはドライブハブ、これが必須ですね。こんな裏側で動いてます。で彫りのプレイステーション4のコントローラーも必要です。でもう一つ忘れちゃいけないのが GIMX も必須で、純正の PS コントローラーも必要です。もうコントローラーばっかりですね。はい、でこれね挿しときゃね、もうあと設定いらないんで裏に放り投げてます。でこれね 7950X と RX7900XTX の機械で OBS とかその他諸々のソフトを立ち上げてます。まあ、正面の一面だけがねこれ PlayStation5 で、残りはね7950X の画面ですね。はい、で VMN シフターとサイドブレーキも今回 PS5 に連携させます。GT7 でも GIMX とドライブハブ経由できっちり動きました。いや、よかったよかった。はい、で、前回やったスピーカー 7.1 チャンネルオーディオ仕様なんで、サラウンドバックのスピーカーここに取り付けてあります。で、さすがにね、めげくんでもね、レカロにネジを開けるのはどうかと思ったので、開けずになんとか取り付けました。まあ、ステーでね2本で挟み込む感じでつけたんですけど、まあ、シートがガチャガチャ動いてもまあずれずにできてます。でこれね腰痛対策です。お年寄りですねもうね。はい、でモンスター飲みながらゲームができます。で DD14PS4 を使えばねこんなめんどくさいことしなくていいんですけど、そうするとペダルがファナテックの V3 ペダルになっちゃうんですよね。こっちのね油圧のペダル使いたかったんでね。はい、まあ、SIM キューブでもちゃんと動くっていうのは前回やった通りなんで、今回はそこら辺はもうスパッと割愛します。はい、で GT7 でも SIM ハブでメーターが表示できるようになったんで、まあ、この位置に、メーターを出します。で、SIM キューブのアプリで GT7 用のプロファイルを作ります。まあ、フォースフィードバックはね、最初は軽めで様子見て、徐々に強くするのがいいかと思います。で、これがね、SIM ハブですね。ここにね、いつの間にかにね、GT7 追加されてましたね。ただ、メーターしか動かないですよね。シフトライトとか、ああいうの、フラッグとかは出ないんですよね。であとネクストレベルレーシングのモーションプラットフォーム V3 も、まあ、ユーザープロファイルを自分で作って動くように設定します。で OBS も、準備して GIMX を起動します。これでうまくいくと、PS5 で準備完了という形になります。はい、それでは NSX でモーションの具合をまずはチェックしていきます。
際 7950XPC はね仲介してるだけなんで正直オーバースペックですね。まあ、65インチのモニター3枚も結構発熱するので、室温も暖房いらずの24度、夏場クーラー必須ですね。真冬でこれですからね、やばいですね。まあ、PS5 もピカピカに光ってます。はい、続いては、逆サイドの位置から BNR34 で、同じコースを走ってみたいと思います。はい、お疲れ様。これで本当に DD1 はお役御免ですね。まあ SIM キューブ2プロで動けばね、まあそれでいいかなと。でもね、 DD1 でやった方がね、本当は FFB ちゃんと出るんだろうなって思いますね。まあハンコンとペダルを毎回付け替えるのも大変なんで、もうこれで OK としちゃいます。まあもうすぐね PSVR2 もね出ますんで、没入感アップの手助けになればと、コクピットを動かすようにしてみました。PC 専用のモーションシステムですけど、なんとか無理やり PS5 で動かしてみました。とりあえず動くってレベルですけど、まあ VR やれば楽しさはアップするかなと思います。それではまたね。バイバイ。